ジェット気流の概略。ジェット気流は艦隊及び亜熱帯で蛇行しながら地球を取り巻いて吹いている。ジェット気流とは大流圏上層に位置する強い偏西風の流れ。気流の流れを軸とすると軸の中心に近いほど風速が速く、どこでも平均的な普通の風とは異なるのが特徴。清掃圏などにも存在するが、単にジェット気流という場合は、 大流圏編成風のものを指す。極を中心に特に上空8から1 3トル付近で、風速が最大となる。主要なものとして、北緯40度付近の艦隊ジェット気流と、北緯30度付近の亜熱帯ジェット気流がある。長さ数千キロメートル、厚さ数キロメートル、幅1 0 0トル程度で、特に冬季には、艦隊前線ジェット気流と亜熱帯ジェット気流が、 合流する日本付近とアメリカ大陸東部では風速は秒速30メートルぐらいで中には秒速100メートル近くに達することもあるが下器はその半分程度の風速に弱まる航空機が西から東へ向かう場合はジェット気流に乗ることで燃料と所要時間を大幅に短縮することができ逆の場合はこの気流を回避する必要があることから最短距離である 体験コースから大きく外れたルートを取る場合もあり、季節によってジェット気流が吹く場所が変わる関係で時期によって所要時間が異なることが多い。風船爆弾1883年のクラカタウの噴火を観測していた人々は1年はあまり噴火の影響を追跡し記録していた。彼らは赤道上空の噴煙の流れとしてジェット気流の存在を記録していた。 1920年代には日本の高層気象台長大石和三郎は欧米諸国がその存在に気づく以前にット気流の存在を発見した。富士山の付近から速風気球を飛ばすことで上層の風を調査したものであった。しかしエスペラント語で発表したため外ではこの論文は注目を集めなかった。1933年 アメリカのパイロットであるウィリー・ポストが世界一周の際にジェット気流に遭遇した。1935年には高度1万メートルを超える上空の大陸間飛行を何度か行い、ジェット気流に乗ると大気速度に対して大地速度が大幅に上回る事実が確かめられた。しかし、その後間もなく事故死したため詳細を発表しないまま終わった。 1939年、ドイツの気象学者 H. セイルコフがこの気流を発見し、ストロルストラムと名付けた。第二次世界大戦中になって、ドイツ軍が初戦でヨーロッパ諸国を空爆した時に、ジェット気流に遭遇したこと、アメリカ軍の航空機が日本に向かう際に強い、向かい風にあったことなど、その存在が頻繁に確認され、欧米諸国でもジェット気流の存在が広く、 知られるようになった。しかし、学術調査が行われることはなかった。第二次世界大戦中に唯一学術研究を行っていた日本は、Z 気流を使用した初の兵器、風船爆弾を開発し、1944年11月から翌年にかけて、約9000個の爆弾をアメリカとカナダ、アラスカに投下し、アメリカの民間人に死傷者を出した。 1945年2月には日本陸軍の百式司令部偵察機が北京東京間を3時間15分で飛行する速度記録を残した艦隊ジェット気流と亜熱帯ジェット気流の断面図緑色の濃い部分ほど風速が大きい大気循環との位置関係を示す艦隊ジェット気流は中緯度付近に発生するジェット気流で艦隊前線面に形成される場合 寒帯前線ジェット気流と呼ばれる。気圧不安定波に対応し、250から300ヘクトパスカル付近の上層で明瞭に見られ、冬に強く、夏には弱まる。冬は、気圧不安定波に伴う温帯低気圧の移動や発達などに強く関連している。軸の南側の地上に前線ができることが多い。JP 単独での平均流速は、 夏20秒速30メートルくらい、冬秒速50メートルくらいである。夏の北アメリカ大陸上空、冬の北アメリカ東方沖上空、冬の日本上空では熱帯ジェット気流と合流して、流速が増す。熱帯ジェット気流は熱帯地方に形成され、北緯30度程度をほぼ定常的に吹く西風。200ヘクトパスカル付近に見られ、冬に顕著。 大流圏上層では、前線が形成されるが、地上には現れない。大気大循環でいう、赤道のハドレー循環と中緯度のフェレル循環の境界を成す。ハドレー循環の核運動量が収束することと、JS 自身の軽圧不安定波による水平渦旅の混合によって発生すると考えられている。JS 単独での平均流速は、夏20秒速40メートルくらい。 冬40秒速50メートルくらいである。清掃圏では冬半球の60度付近を中心とした高緯度、中間圏では夏半球の中緯度に発生する強い西風。同時期、夏半球の清掃圏60度付近では強い東風となる。季節が逆になると南北半球で正反対の風向となる。南半球では西円形。 北半球では、型が崩れて蛇行している。赤道弁当風ジェット気流。貿易風の最も強い部分で、夏を中心に、大流圏海面くらいに出現する。東南アジアの赤道付近では、下手と冬至を中心とする時期に強まり、半年の周期で強弱を繰り返す。この地域のモンスーンに影響している。 西アフリカのギニア湾岸でも万下に650ヘクトパスカル付近で同様のジェット気流が確認されており、この地域のモンスーンや大西洋のハリケーンの発生に影響している。大流圏下層に出現するジェット気流。梅雨前線の南側の700から900ヘクトパスカル付近の下層に出現する小規模なジェット気流。湿熱を誘発し、 この北側の2 0 0キロメートルくらいまでは集中豪雨になりやすい。また北半球の下記、アフリカ東部からアラビア海にかけての地域でも発生する。ソマリア東方海上で最も速度が速いことからソマリジェットと呼ばれている。地上700ヘクトパスカル付近に見られ900ヘクトパスカルで最大となる。東アフリカの山岳地帯が この生成に関与していると考えられている。アラビア海中央部の統計70度位と、インド東南アジア東アジアと連なるモンスーン地帯に雲と水蒸気を供給している。ありがとうございます。